おはようございます。本日のスメはこちら、宇佐美凛先生の推し萌えです。推しが炎上する話、推しを通して主人公が炙り出されていく物語です。解釈し続けることで推しを推し続けている主人公。けれど、推しの炎上きっかけに少しずつ関係が変わってくるのです。センセーショナルな題材の中で描き出されていくのはアイデンティティの物語。肉や骨の対比の中で最後の行動を語り合いたくなるような作品です。ぜひお読みくださいませ。